こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんはです。こんばんは。こんばんは。今日天使に、なんで天使なんですけど、今日天使になろうと思ってこれつけたんです。この天使の輪っかをつけたら、あの天使の輪っかって頭よりちょっと上にあるから見えないっていう見えない、なんか白いカチューシャつけてる人みたいになっちゃった。見えないよ。そう、大事なところが見えてないただのさ白いカチューシャつけてる人みたいになっててで、さっきちょっと始める前に試行錯誤してたら1分越しちゃったんですけどで試行錯誤したのに見えなくて、距離をちょっと遠くしてみたんです。だけど見えなくて、こうやってすごい下がったら見えます。だけどこうやって近く来たら見えない。こうやってやってもいい？こうやって配信してもいい？これもあります。え、そう、しかも壁と同化してる。悲しい。せっかくさ天使にしたのに。なんで天使になったかっていうと、あのハロウィンが近いんです。もうちょっとで31日がハッピーハロウィンの日なので仮装してみました天使けど見えないから、5分に1回くらいこうしますねただの白いカチューシャつけてる人になっちゃったからわざわざ買ったの？そうだよ、そうです天使になりたかったから買いました。今日は夜遅いから30分だけやらせていただこうかなって思います。11時までお願いしますあ、テロップに11時って書いておこう。11時、あ、大丈夫だったまでです。ありがとうございます。グミ補充した。今日はグミを、お家にはグミいっぱいあるんですけど、今日はレッスンをしたりしていたのでグミを持ち歩いていなかったので、あ、ごめん先生さん、ありがとう。グミ持ち歩いてなくて、私本当に毎日グミ絶対一袋は持ってるからすごい珍しい日だったんですけど、今日はお家にいっぱいあるから帰ってきてから見ました。あ、見ましたじゃない、食べました。でもお家に今グミ4種類くらいあって、新しいグミが、だからそれをいっぱい食べました。グミエッグの食リポお願いします。グミエッグは昨日かなに今日のグミで、あの X にあげたグミなんですけど、なんだろう、グミの周りに
お、ゆたかさんありがとう。でグミの周りに、お、ザナットさんありがとう。お、ホッピーハロウィンだ、すごいかわいい。グミの周りになんか遠いあのお砂糖のあの硬いやつ、あのチョコと、ま、あのケーキの上に乗ってるチョコと間違えて食べちゃうやつみたいなやつお砂糖が周りにグミの周りにくっついてて、でそれが卵の殻みたいになってて柄がちょっと書いてあって、お、ニコラスさんありがとう、書いてあって、その中にいろんな味のグミが入ってました。美味しかった。あ、ぶっちゃんありがとう。グミエッグすごいおすすめなんですけど、なんかグミだけじゃなくて周りにお砂糖くっついてるから苦手な方もいるかもしれない。お、ロッキーさんありがとうはい、この前のあのワオ研究生 AKB48 研究生のワオ、お、プロミスザスターさんありがとうございます。ワオ見てくださいましたか。私は2回目のワオ出演だったんですけど、お、見たよ、ありがとうございます、嬉しい。お、ニコラスさんありがとう。2回目の出演で英語の料理教室に行ったんです。あ、まだ見てないよ、たけちゃんネタバレしちゃうかも。ネタバレしてもいいですか英語の料理教室で、あの英語しか使っちゃダメなお料理教室に行ったんです。で英語はあの理解できるんですけど、すごい本当にトンチンカンだから、私英語分かってたのに、なんて言ってたのかな、忘れちゃったけど、なんかの粉をボウルの中に入れてって言ってるのに間違えて、あのケーキの土台の中に私粉を放り込んじゃって、間違えて何も考えずにポイって入れちゃって、あの先生から、英語の先生からワオって言われました間違えちゃった。そう、ポイって入れちゃった。そう、まさかね、そんななんか入れた瞬間に、え、なんで入れちゃったんだろうって自分も思ってびっくり しました。そう、本場の和をでも聞けましたね。でも出来上がったやつはすごい美味しかったです。なんか自分はそのアップサイドダウンケーキっていうのを作って、全員で作って、それ何かっていうと、その下にパインを敷き詰めるんですよ。敷き詰めてそれを焼いてひっくり返したら、下側にあったパインが上に来て、こう綺麗にパインの模様ができるっていう可愛いケーキなんですけど、私はベーキングパウダーを下に間違えてこうポイって入れちゃったことによって、なんかあんまり綺麗に模様出なくて、しかも私、お、あはしまさんありがとう。あのしかも私はパインとさくらんぼをこう模様を作るんですけど、私お顔作りたくてパインとさくらんぼで目口って作ったんです、スマイルちゃんを作ったのにすごい粉放り込んだせいで上手にそれが出なくて、なんかちょっと濁った笑顔みたいな感じになっちゃって、でももう味は最高でした。味は美味しかった。美味しければ OK ですからね。
あ、ヒデありがとう。お、5分経ったかな。5分経った。天使です。そう、美味しかった。ちゃんと食べて、全部食べました。美味しかったです。そう、来週も、来週もありますからね。来週もまた私が、私と成田小日向さんとめいめいの3人で。あ、桃下さんありがとう。3人でまた来週も別のことに挑戦していますので、ぜひね、見ていただけたら嬉しいです。来週もまた違うことしてますので。途中先生が日本語になっちゃってたの面白かった。え、思いました。私も撮影してて、先生がこここうするとか、ずっと英語だったのに、あまりに下手くそすぎて日本語使ってくださって、面白かったです。ゆたかさんありがとう。そう、あとはあの卵をあのミキサーっていうか電動のこのかき混ぜるやつでこうガーって混ぜてる時に、なかなか卵が泡立たなくて、で結構あの番組になってると尺すごい短かったんですけど、実際結構卵が泡立てるっていう時間すごい長くて、その時なかなか泡立たなかったから、卵の応援してて、私フレフレ卵って言いながら混ぜてたんです。そしたらそれがもう本当に一部分だけあの使われててっていうかな、使われてたわけじゃないんですけど、なんか端っこに私映って卵の応援してて、なんかすごいちょっとだけ使われてたせいで、すごい変なやつみたいになってて、まあ、家族に笑われました。ケーキ焼いてる時間は何してたのかな。ケーキ焼いてる時間はそれこそ先生とお話ししたりしてました。どんな教室なんですかって聞いたりしてました。ん、お、たけぽんさんだ、ありがとう。たけぽんさん、くまちゃんありがとう。英語で、え、すごい、英語でってすごいいっぱい来てる。もしかして準一級って言ったから期待しされてるかも。英語、英語でも会話しましたし、日本語でも会話しました。どっちも。でも先生すごい優しかったから、すごい、すごいお風呂沸いた。日本語で喋ってくれましたね。あとは大丸東京さんの衣装店、私も行ってきました。お、炭酸せんべいさんありがとう。もう終わっちゃったんですけど、大丸東京さんの衣装店、私はすごい前半に行ったので後半のやつは見れなかったんですけど、まだまだ全然着たことない衣装ばっかりだったんですけど、こう画面の中で見たことある衣装とか、あっこれっていうような衣装がたくさんあって、すごい写真いっぱい撮っちゃいました。お、マサさんありがとうございます。お、初見ありがとう。やっぱただいま恋愛中公演、自分飾られてた中ではただいま恋愛中公演しか私は着たことがなかったので、それはなんか自分の
お、バディさんありがとう。自分のなんか着てた衣装がこう綺麗に飾られてるの見て、わーすごいって思いました。嬉しかった。嬉しい。あとはリセットの衣装も生写真で着させていただいて、あの劇場の最終公演でもリセットをやらせていただいたんですけど、なんか生写真として、あ、しほぴちゃんだ、ありがとう。あ、たっくんさんもありがとう。たっくん生写真として残ってるのもすごい嬉しいです。お、マサさんありがとう。そう、これからもっといろんな衣装を着れる日が来るのかなって思って、嬉しい、なんか嬉しくなりました。ワクワクした。あ、そう、あとそう、衣装店にサインをさせていただいたんですけど、あ、Cさんだ、ありがとう。サインさせていただいて、あ、ヒデありがとう。私最初にもう本当に最初に誰も書いてない時に壁に書いたんです。でなんかどこに書けばいいのかってすごい迷って、あ、佐藤直人さんありがとう。迷ってやっぱただいま恋愛中公演しか来たことないから、そこにの壁に、その近くの壁に書こうと思って真ん中らへんにちょんって書いたら、そしたらあのももかさんがいっぱい、同じ私ももかなので他の先輩方のももかさんが周りに書いてくださって、もうあえてなのかそうじゃないのかもちょっとわからないんですけど、書いてくださってて、そこももかが集まってて、そこに嬉しかったです。なんか後からその先輩方の SNS とか見て、あれと思ってすごい嬉しかった。自意識過剰かもしれないけど嬉しかったです。お、あえてだよ。え、そうなんだ。あ、ごめん先生さんありがとう。嬉しい。あ、プロミスザスターさんありがとう。あえて、あえて。嬉しいですね。あ、ナオラブさんだ、ありがとう。そう、あとは最近のやつだとバイキングライズさんゲームのイベントが始まってて、今ちょうど真っ最中なんですけど、バイキングライズさんっていうスマホゲームの、あ、ザナトさんありがとう。スマホゲームのアプリがあって、それを、あ、Cさんありがとう。それを11月の21日まで、結構長く、あ、ナーラブさんありがとう。あ、そろそろ輪っか、そうだ輪っか。よし、結構長くやってるんですけど、それを最近は私も皆さんも結構やってくださってる方たくさんいらっしゃるんですけど、私もそれをこう時間があったらちょこちょこやってます。やってるんですけど、あれって結構、お、バディさんありがとう。結構そう、なんだろう、世界観がすごいゲームだから、スマホでやると結構充電がなくなりやすいんです。お、たっくんありがとう。だからあの皆さんも外でやるときには結構注意かもです。やり終わったゲーム、やり終わった後はタスク切った方がいいかも。しゃって切った方がいいかもです。
なくなりやすい。でも皆さんと一緒に戦えるの楽しい。お、あ、百式さんありがとう、豊さんありがとう、お、ニコラさんありがとう、お、ヒデさんありがとう。え、なんかあれ変なの開いちゃった、やばいやばいやばい、あ、大丈夫だった。お、玉ひなさんだ、ありがとう。え、タスクキルはバッテリー返って減る、え、そうなの、じゃあやめた方がいいかもしれないです。あ、ぶっちゃんさんありがとう。わかんない、どうしたらいいんだろう。でもなんかずっと使ってなくてもそれやった後すごい減ってたから、どうしたらいいんだろうね、難しいよねバイキングライズ。でもなんかあんまりこう日本人でやってる方少ないらしくて、だからこそなんか私たちの世界が出来上がっててちょっと嬉しいです。高飛ばしてます。あ、ダックさんありがとう。私も高飛ばしてます2匹。あとは映像倉庫さんのコメンタリーでお披露目した日のハルコンの、あ、ゆうてんさんだ、ありがとう。ほりちゃん、ほりちゃんさんありがとう。あの映像倉庫のコメンタリーで春コンサートのなんかコメントを見ながらコメントをさせていただいたんですけど、それを武藤おりんさんと倉野なるみさんとめいめいと私の4人でやらせていただいて、なんか結構春コン終えてから、お、佐藤直人さんありがとう。春コン終えてから、まあ、半年とちょっと経ってからこう改めてその日のことを一日のその一部始終を見てコメントさせていただいたんですけど、なんかその自分でギンガムチェックの映像を見るっていうのはたまにあったんですけど、こう全部を通して見たりとかっていうのはこう最近は全然できてなかったので、久しぶりにちゃんと全部見て、なんかあ、この曲の時、あ、炭酸せんべいさんありがとう、舞台裏で深呼吸してたなとか、なんかこの曲初めてリハで先輩方が踊ってるの見てすごい感動したなとか、なんかすごいその日のこととかお披露目までのこととか、AKB48 に入っての、 その自分の気持ちとかいろんなことを思い出して、なんだかいろいろ小鹿だったなとか、そう小鹿だったなって、震えすぎて小鹿だったなとかいろいろ思い出して、なんか言葉で表せない、なんだかすごいなんだかな気持ちになりました。嬉しいような、懐かしいような、なんか緊張感がまた蘇るような、お、ヒデありがとう、気持ちになって、でもなんかやっぱその時ってすごい AKB48 に入ってやっぱ頑張ろうとか、もう希望しかなくて、まあ今もそれはそうなんですけど、ナラムさんありがとう、ぶちゃんありがとう、今ももちろんそうなんですけど、もう希望しかなくて、もう頑張るぞっていう気持ちだったから、なんかその初心の気持ちを忘れないようにしようって思いました、改めてね。
とはあとしなこさんと TikTok をコラボさせていただいて、あよしTikTok コラボさせていただいて、まさかしなこちゃんさん、しなこちゃんさん、しなこさんしなこさんと自分がコラボする日が来るだなんてという感じで、すごい嬉しかったです。ミニしなこさんにしていただいて、すごいなかなか自分が着ないような、おバディさんありがとう、なかなか着ない服を着させていただいて、でもユニコーンになって結構いいじゃんと思ったり嬉しかったです。そう原宿系だった。そうしなこさんもすっごい優しくて、お会いした時ももうすごいずっと優しくしてくださって嬉しかったお、河原版掲載メイト、ありがとう。そうなんです、これまだこう皆さん全員にお伝えできてないんですけど、実は河原東京河原版っていう、あの落語とかいろんなこう演芸の情報誌があるんですけど、それのあのなんかちょっと語るところがあるんですけど、なんかちょっと難しい、その東京河原版っていうそういう雑誌があって、落語のこととかが載ってる、そこに12月号に掲載させていただくんです。でその取材を少し前にやらせていただいて、でそれがその取材させていただいたっていうのが写真付きで11月号、その1個前の11月号にちょっとだけ載せていただいてて、そうインタビュー受けたの、ちょっとだけ載せていただいてて、私のそのやつが載るのは12月号なんですけど、11月号に少しいたから嬉しくてその格好で、違うよちゃんとしてたよ、こんなのこんなのやばいですよそれはどこで売ってますか？本屋さんとかで買えると、私は定期購読しててお家に勝手に届くんですよ毎月、だからそのどっかに行って買ったことはないんですけど、本屋さんに売ってるんですけど、多分あんまりちっちゃい本屋さんとかには売ってないかもです。なんか大きい本屋さんとかいろんなのがありそうだなっていう本屋さんにあると思います。だからぜひ12月号なので、またもうちょっとしたらあと1ヶ月ないくらいでまた X とかで皆さんに告知するので、あの結構がっつり載ってるので、よかったらぜひ皆さんにも読んでほしいなと思って、はい、落語界にじわじわ進出してるね。そうなんです、じわじわ、もう嬉しいですね、じわじわとじわじわと進出させていただいてます。あ、ごめん先生さんありがとう。落語の内容だけ、そうですね、その自分と落語のことに関してをこうインタビューしていただいたので、どんな風になってるのかぜひね、また予告告知します。楽しみにしててほしいです。すごい嬉しい、これは嬉しいお仕事だったなと思って皆さんに言いたかったんですよお、天使タイム、やばい11時越しちゃった、やばい、よし、じゃあ終わりにしますすごいベラベラと喋ってしまいましたが、皆さん
今日もありがとうございます。ランキングを読ませていただきます。お、来週のカラオケパーティー当たって、わあ、ありがとう、嬉しい、楽しみ、カラオケパーティー。よし、じゃあランキング読みますね。第13位、 C さん、 C さんありがとう。はい、では第12位、ゆたかさん、ゆたか23さん、ゆたかさんありがとう。はい、では第11位、ピーターさん、天使はいたんだ嬉しい、ピーターさんありがとう、ありがとう。では第10位、炭酸せんべいさん、炭酸せんべいさんありがとう。え、アバターかわいい、ハロウィン仕様ですねでは19位、直人佐藤さん、佐藤直人さんありがとう。第9位、パチパチパチ。はい、では第8位、え、百式さんだっけ、桃式さんだっけ、どっちだっけ百式さんありがとう、ありがとう。第8位、はい、では第7位、バディさん、バディさんありがとうございます。はい、では、あ、100ですだ、百式さんだ、百式さんありがとう。ももかのももだから、ももって呼んじゃうよでは第6位、ひでさん、おもかわいたひでさん、ひでありがとう、パチパチ。はい、では第5位、あつよしさん、あつよしさんありがとうございます。はい、では第4位、しほっぴさん、あ、しほっぴちゃんだ、しほっぴちゃんありがとう、ファンミ行くよ、嬉しい、もうちょっとで会えるね。じゃあ、はい、じゃあ第3位、ぶっちゃん、ぶっちゃん、ぶっちゃんありがとう。はい、では第2位、たけぽんさん、たけぽんさんだ、ありがとう、たけぽんさんはい、では第1位、じゅるるるるるるるてん、ならぶさん、ならぶさんありがとう、ならぶさん天使しとこ、ならぶさんありがとう。はいありがとうございますまたやってね、もちろんまたやります、ありがとうございました。じゃあ、こんな夜遅いのに、しかもいきなりだったのに、じゃあハロウィン、ハロウィン近いから、またまた何回しますじゃあおやすみなさい、バイバイ、またね、おやすみ、バイバイ。Yes.